こんにちは、台湾チャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好，立台交流频道现在开始啦。我是用嘉义树，今天主持人谢慧基，因为有工作的关系不能出来，所以今天只用立语进行。台湾朋友们，请见谅。本日司会の釈英さんお休みですので、日本語だけで番組を進めたいと思います。そして、今日も、ゲストとしまして、在日台湾同協会前会長、大塩先生にお越しいただきました。大先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それでは初めなんですが、2009年の7月にですね、NHK がこのジャパンデビュー第1回、アジアの一等国というドキュメンタリー番組を作りましてね、歴史ドキュメンタリーですね、この日本統治時代の台湾を題材にして、まあ当時、まあ要するにその日本統治時代が懐かしいなというおっしゃる台湾の老世代がよく知られてるんですけどね、まあ親日と言われてるけど実は植民地の傷跡もあるんだよという、そういった内容の番組でした。そして、そういったことを強調するためにですね、まあ、いろいろなこの、ね、歴史捏造が連発されまして、さらにはこの、まあ、取材対象、まあ、要するに向こうのおじいさん世代の発言をですね、まあ、要するにこのつまみ食いといいますかね、この恣意的な編集をしましてですね、日本をそんな批判してるわけ、してるわけじゃない、日本時代を評価してるにもかかわらず日本の批判的な部分だけを取り出して、しまうとかですね、それからもう一つこの話題になりましたが、この南部の原住民のパイワン族、イギリスで1910年に開催された日英博覧会に連れてかれ、そこで動物のように展示されたんだという、そういった表現もありました。まあ、展示されたというのは事実なんですね。ただ日本がその、まあ、当時そういう欧州で、まあ、後に人間動物園と言われるそういった展示をやったということで、それでその連れてかれたパイワン族の遺族の方が涙を流して悲しいという、そういった場面があるんですけども、実際はですね、その展示を行ったのは日本人じゃなくてイギリス人が展示してってことが後で分かりましてね、さらにはその、日本人もまた展示されたってことも分かっています。そして、その遺族の人がそのイギリスに連れて帰って展示されたお父さんの写真を見せられて悲しいって言うんですけども、その悲しいってのは実は懐かしいという意味でして、さらには言えばその取材を受けたその娘さん、その人間動物園というところで展示されたって話一切返されてない、もう全て作り話だということが分かりましてね、そして、まあ、この日本文化チャンネルさくらの三島社長が中心になって、まあ、この NHK に対する抗議ですね、この一つの放送倫理にかかるものであるとともにですね、どうしてこういうそのわざわざ台湾を、中国だと同じような反日の国家というそういった誤ったイメージを NHK が広げようとするのか、この後ろには中国がいるんじゃないかと、もう普通多くの人は疑いましたね。そしてその三島さんの、号令一家といいますか、まあ、その始めた活動に多くの人が参加し抗議でもやったんですね。さらにはそこにパイワン族の方々、まあ、そういった先祖はですね、その動物扱いされてないのになんでそんな誤った行動されるのかと、名誉毀損だと、民族の名誉毀損だということで立ち上がって訴訟に加わって、それでこの原告団、当時の日本裁判史上ですね、当時としては最大の1万人今日のですね、人々が参加する、それで原告団ができて NHK を訴えたんですね。で、まあそういった中でですね、一つ忘れられないのは、この台湾が反日だとか、そういった誤ったこういうこの表現を NHK が行ったことですね、日本人が怒った、あまりにも大勢の日本人が怒って、なぜそこまでみんな日本人は台湾のことを大事にするのかという、ちょっと僕は驚きましたね。それから、この私たちは反日じゃないのになんで反日台湾人扱いするんだと、取材を受けた台湾のおじいさんたち、台湾族も含めも怒って立ち上がったと。でそういった中でやっぱりこの一つの日台友情の情景が、まあ、展開、まあ、見られたわけなんですけども、でこれは日本でも結構報道されたんですが、
台湾でも一部このやっぱり報道されてるんですけども、ただ台湾の人々はどうしてもその意味が分からないらしいんですよ。一体何が起きたのか。 NHK は日本の過酷な統治の人で苦しんでる人々に光を当ててくれたんじゃないの。それなのになんでその番組に当時を経験した台湾の人々が怒るのか、NHK が怒るのか、みんな分かんないんですよね。なんで何 NHK は悪いことをしたのということになるわけなんです。そして実はですね、今日その話をしますのはこれご覧いただきたいんですね。これはですね、この台湾で、この歴史をテーマにした、まあ、その台湾の歴史、世界の歴史、そういったその歴史のコラムとかですね、そういったものを載せる、故事って書いてあります。故事、これは故事っていうのは、物語の意味ですね。故事、それで英語で、ストーリースタジオ、日本語で言うと物語スタジオですね。歴史の物語をこう集めてこの紹介するというホームページ、まあ、これはネットメディアなんですね。これを運営されているのは、平均年齢20代の人たち、で内容も非常に高度でですね、たくさんの人がこのあれを見てるんですね。有料なんですけどもね、はい。で、そこがですね、一度この人間動物園の話題を取り上げまして、で、ちょっと誤解してるようなところもあったんで、要するにこの日本人が台湾族を展示したっていうような、NHK のそういった流したデマをそのまま受け入れてるようにも見えたんで、そうじゃないんですよと連絡取りましたら、本当に熱心な方々でしてね、だったら詳しく聞かせてくださいということで、インタビューを受けたんです。はい、でそれが今回記事になりましてね。で今日ここで僕は報告したいのはですね、よく記事にしてくれたなということなんです。先ほど言いましたように台湾の人々は、この NHK ジャパンデビュー問題、この事件についてなかなか理解できないんですね。誤解もあるんですね。でところが実際はですね、あれほど多くの日本人が台湾あるいは日台に友情のために立ち上がったと、それから台湾の人々も、それと一緒に立ち上がって、とにかく NHK 嘘の歴史を垂れ流すのはやめてくれとやったわけですね。どう見たってこれ日台の友情、要するにその台湾のいわゆる親日感情というものが日台関係をさせてきたという事実がありますよね。そうですね。そうそうね、あれが国交はなくてもですね、日台の友情を支えてきたのが世代の人々の日本に対する理解、そして友情なんです。でそれに日本人も感動してですね、戦後生まれも含めて、それで日台の友好というものが深まっている。それに一番嫌がっているのが実は中国なんですよね。でその中国に NHK はこうしてんじゃないかと見えるわけなんですね。実際にあの番組が使っていたその日本の台湾統治の歴史っていうのはですね、あの論述の仕方は中国人のやり方なんです。なるほど。それでもう一つは NHK はいつも中国の側に立つというイメージが日本人みんな持ってましたから、一気にみんな怒り爆発しちゃったというのがあったんです。前科がありますね。はい、で、そういったことも含めて説明をしました。そしてその間の、日本人と台湾人の友情の話もさせてもらいました。おそらく僕にインタビューしてくれた方は女の方でしたけど、とても若い方だと思いますが、とても優秀な方で、やはりこの人権意識、それから人種差別の問題、そういうことに関心をお持ちだったんですね。で、実はこれこれこういうことだよって話しました。それから、僕のその要するに本当に台湾族を差別してるのは昔の日本人というよりも今の NHK だと、そういう言い方をしたんですね。昔も差別はあったんですよ。でそのことも僕話しました。日本時代は台湾人は非常に不公平な待遇を受けてきたという事実なんです。それに対してすごい悔しい思いをしてきたのも事実。そしてそういった悔しい思いがあっても、そういった人々は戦後日本人に話さないできたというのも事実。日本の良かったことばかり強調してですね、あの人たちも誇りがあるんでしょう。だからそういう日本人はですね、そういった日本が昔台湾人に加えた差別とかそういう侮辱とかそういうものを知らない人が多いんですよね。だからそういうのはやっぱり
許せません、残念なことだってことは僕はあの話しました。ただし歴史を捏造してですね、政治的目的で、好き勝手にですね、その台湾人の発言を歪めたり、それから歴史事実を歪めたり、うん、そういうことは許されませんという、そういった話をしました。まああのおそらくその向こうの方もね同じ思いなんですよ。その歴史は嘘をついちゃいけない、そうですね、本当のこと伝えていかなきゃいけないという思いがあるんでしょう。そういうの、そういうわけで、いろいろと詳しく僕の説明を載せてくれました。そして幸いこれが多くの人に読まれているようなんです。ですからまあおそらく若い人は読んでるのかななんて勝手に想像してるんですけども、どこまで理解されるかわからないけれども、まあ、つい十数年前ですね、日本と台湾、日本人と台湾人の間でこういった知られざる友情物語を展開したということですね。それから今回の取材を受けて怒って立ち訴訟団に加わった台湾のおじいさんたち、あの人たちが立ち上がったからこそ NHK は焦ったんですよね。なぜかというと彼ら知ってるんですよね、この実際取材を受けて、そして自分たちに発言歪められてるその当事者ですからね、被害者ですからね、彼らがこう発言したっていうんでですね、この NHK はそれで焦ったと思いますね。そして NHK は反省は、この問題について反省なんか一切してないんだけれども、表明はしてませんけども、この中では後悔してますよね。でこれからもうあんなようなね、大胆な反日の歴史捏造はやっちゃうと痛みに遭うなってことを気づいたと思うんです。ですからそういう意味ではですね、訴訟では敗れたけれども、でも台湾の人たちが、勇気ある台湾の人たちが声を上げてくれたことで、日本のこういった一つの放送のあり方ってことも少し変わったんじゃないかと僕は信じてますんでね。そう期待してますね。そういうことも僕強調しました、うんうんうん、要するに言いたいのは、一番言いたいのは日本と台湾人の友情と、もう一つ台湾のおじいさんたちが頑張りましたよということをね、うん、それ伝えたわけなんですね。はい、まあそしたらこれは、まあ、先ほど有料だとおっしゃいました、言いましたけどね、この閲覧するのは、うん、2月の頭ぐらいまで特別に無料で見てくれるというんで、ちょっとこれ中国語なもんですから、うん、中国語分かる方は見てほしいんですが、まあ、これ Google 翻訳機でもねある程度翻訳できるんで、関心のある方、ご覧いただけたらなと思います。そうですね、はいそれでは、次なんですが、1月の7日にですね、日米安全保障協議委員会2プラス2が行われまして、2プラス2といえばですね、前回は去年の3月ですね。でそこでですね、この日米間の間で、まあ、日米の外務大臣、それからまあ、外相防衛省ですね、まあアメリカでいうと国務長官と、国防長官になるんですけども、台湾海峡の平和と安定の重要性ってものをですね、まあ、強調したんです、その3月の時。そしてそれがですね、まあその後日米首脳会談、あるいはこの日本と EU、 あるいはアメリカとどこどこ、韓国とかですね、日本とオーストラリア、まあそういうところでですね、あるいはその他のさまざまな安全保障に関するこの国際会議等々でですね、台湾海峡の平和と安定というものが、まあ一つの共通認識として、その重要だっていう認識が、まあその共通のものとして広がっていったんですね、うん、だそういう意味ではですね、この3月の2プラス2歴史的意義があると思うんですね、まあ、日本がそこまで踏み込んだっていう意味でも意味があると思うんですけども、で今回、もちろん台湾海峡の平和と安定の重要性というものが再確認されたということなんですが、もう一つやっぱりこの今回、まあ、その台湾海峡問題を含めてですね、やっぱりこの中国に対する対処がやっぱり議題の重要な議題の一つになったようなんです。そしてこういった、まあ、この2プラスの共同発表に関する解説を林外相がしているんですけども、それによりますとこういうことですね、特にルールに基づく秩序を損なう中国の取り組みがさまざまな課題を提起していることへの懸念を共有し、日米が地域における安定を損なう行動を共に抑止し、
必要であれば対処することを決意したというんです。要するにこの中国 の, そのルールに従わない、まあ、秩序を損なうようなそういった動きをですね、行動をですね、抑止し、抑止すると、そして必要なら対処するというわけです。前回の2プラス2ではそういった行動に反対するというふうに留めていたんですが、今回またさらに一歩踏み込んだということですね。はい、これ翌日の十字砲の一連の写真なんですけどね、ここにもありますね。中国が安定を損ねるなら必ず対処するぞと、なんかすごい力強い表現に変わってますけど、今 の, 共同発表の言葉なんですね。これアメリカですね、 B っていうのは。それが日本2プラス2声明、台湾でもこう評価されているというわけなんです。はい、そしてもう一つ気になるのがですね、これがそのこれは防衛省がのツイッターに出てました。これこうご覧ください。岸防衛大臣や林外務大臣、ブリンケン国務長官、そしてオースティン国防長官ですね、の写真が載っています。このオンラインで会合をしたわけなんですけどね。はい、でそこでこれ思い出してほしいんですが、前回のこの番組で取り上げた共同通信の記事なんです。12月23日、これをちょっと見ますね。自衛隊と米軍が台湾有事を想定した新たな日米共同作戦計画の原案を策定したことが分かったとあるんです。そして有事の初動段階で米海兵隊が鹿児島から沖縄県の南西諸島に臨時の攻撃を軍事拠点を置くとしており、住民が戦闘に巻き込まれる可能性が高いと言って危機感を煽ったんですね。でここに年明けの開催が見込まれる外務防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会2プラス2で正式な計画策定に向けた作業開始に合意する見通しであると報道しました。そしてこの住民が戦闘に巻き込まれる可能性が高いっていうんですね。戦場的な表現を使っています。台湾有事の時に沖縄を守るためにこの自衛隊とアメリカ海兵隊が動くわけなんだけれども、こういった表現をしてを取って沖縄県民にまたこの反米闘争反基地闘争に駆り出させようと駆り立てようという情念がにじみ出てる気がしなりません。見え見えですね。そうですね、はい、これは本当おかしいですよね。で共同通信はですね、全国の地方紙にこの社説用のこの論説サンプルというものを提供してるんですよね。そのためじゃないかと思うんですけども、日本のいくつかの地方紙がですね、もうこの住民が巻き込まれず反対だっていうですね、過激とも言えるようなこの感情的な社説を載せてましてね、で阻止しろと、この作戦計画案撤回せよと。要するに住民を巻き込まないようにするのはその有事にならなきゃいいわけね。そう、はい、だから有事にならないのはやり抑制するしかないから。そうなんです。だからそのとおっしゃる通りですね、だからそういう計画を策定するだけで抑制できるから、中国に対して、あなたたち来たらちょっとあなたたちが打撃受けますよと思わせて抑止するという、そうですね、そういうことなんですけどもね、それは住民保護にありますよね。その通りですね、はい。仮にね中国が米軍内やって入ってきてもう攻撃したらどうするのか、大変なことを見れば分かりますから、はい、大惨事ですよ。台湾を攻撃するということはですね、南西諸島も巻き込まれる可能性が極めて高いんです、高いわけですよね。はい、そういうわけでは米軍がいること、自衛隊がいることで、うっかり手が出せないなという気持ちに初めて中国がなるわけなんで。そうですね、はい、その通りですよ。はい、ではこの2プラス2、今回の2プラス2で計画策定に向けた作業開始に合意する合意はしたのかどうかなんですね。はい、それについてはですね、この共同発表によりますと、日米が緊急事態に関する共同計画作業についての確固とした進展を確認したというんです。じゃあこの緊急事態に関する共同計画というのは何なのかなんですね。それについてはですね、林外相は
緊急事態に、要するにそれに台湾有事が含まれますかってことなんですね、うん、そう、そしたら差し控えると述べて回答拒否しちゃったと。まあ否定はしませんね。否定もしてない。それから岸防衛大臣はですね、その緊急事態に関する共同計画作業の緊急事態とは何か、何を指すかは答えられないと言ってるんですね、はい、だ聞く方もおかしいよな。明らかに中国の侵略ということですよね。まあ緊急事態、今考えられるこの何でしょう、非常に起こりうる、うん、緊急事態といったらやっぱり台湾有事だと思うんですけどね、まあ、要するに中国は日本から台湾を侵略するということですね。はい、うん、それで、朝日新聞によりますとですね、こんなこと書いてますね。そもそも共同作戦計画はその存在も含め極秘扱い、台湾有事に備えた共同作戦計画に日米が着手すれば中国の反発は必至だ。そりゃそうですね。ということは共同通信はこの日本を守るための極秘扱いの作戦計画案というものをすっぱ抜いたということなのか、すっぱ抜いてさらにその秘密を暴露して、そしてそれを阻止しろと動いたということなんでしょうか、うん、それはともかくさらに朝日はこう言ってます。今回この共同計画作業が台湾有事のための包括的な共同作戦計画着手を意味するのか定かではないが、台湾有事も念頭において日米が何らかの軍事作戦のすり合わせに着手したことを示唆する表現と見られると、うんうん、やっぱり朝日もやっぱり台湾有事だろうと念頭に置いてだろうと、まあやはり常識ですよね。そうですね、はい、では琉球新報ですが、琉球新報はですね、やっぱり特にこの計画、台湾有事を視野に入れたこの共同作戦計画やめろと叫んでる、まあ、その一つなんですけどね、うん、この社説にはですね、これも共同通信のサンプルを使っているのかどうか定かではありませんけども、うん、社説のタイトルは日米2プラス2有事作戦は認められない、有事の時に作戦を行っていけないというのはどういうことなのかと、侵略はどうぞということですね。おかしいですね。笑っていけないんですけど、はい、そこにはこんなこと書いてありますね、まあ、今回のこの緊急、事態というものについてですね、こういうふうに言ってます。地域は明示していないが緊急事態には台湾海峡有事も含まれると見るのが自然だろう。2プラス2の前に台湾有事に備えて南西諸島を日米が拠点とする共同作戦計画の原案策定が報じられた。今回の共同発表は共同作戦計画の存在を認めたことになると決めつけてますが、まあ常識的に考えてると思いますが、そうやって、諦めないぞと、もう手ぐずに引いて待ってるんです。こういった計画が進んでいることが明らかになったらですね、この妨害活動をやっているというですね、一体どこの国のマスメディアかと言いたくなりますけども、ちなみに共同通信はですね、まあ、国内の全国紙あるいは地方紙にですね、うん、この先ほど言った論説も含め報道記事も含め配信しているわけなんですね、うん、さらにはですね、この中国語報道も行ってまして、それで全世界の台湾人や中国人に、情報を発信するんですけどね。とにかくね、このメディアはどうもですね、時にはこの台湾に関する報道、この一つの中国のプロパガンダを織り込んだりですね、非常にこの危険なことを繰り返してきてるところなんですよ。だから本当にですね、この、少なくとも今回、この共同作戦計画原案というものをめぐってですね、この反対キャンペーンを、この張り切って張っている、これは利的行為と言わざるを得ないんで、そうですね、そういった意味ではこれはね、もういろんなこの新中国の反日的なメディアの報道っていうのがいっぱい問題になってきたけども、これはまた極めて重要な深刻な事例だと思いますね。さらにこの社説で言いますと、秋田先駆け新報、これ秋田県の地方紙、この社説もですね、これも多分共同のあれなのかな、共同通信のサンプルを使っているのかなと想像しちゃうんですが、その社説のタイトルは日米2プラス2中朝と対話努力を重ねよう、要するにもう緊張を高めるなっていう内容ですね。いかにも左翼的ですね。そこにはこう書いてあります、
共同計画の内容は明らかにされていないが、台湾有事を想定したものとみられる。自衛隊と米軍が先に鹿児島沖縄両県の南西諸島に臨時の攻撃用拠点を置く共同作戦計画の原案を作成している。住民を戦闘に巻き込む可能性の高い計画と言わざるを得ず、再考すべきだ。この琉球新報と同じです。要するに共同通信の報道に従って、この社説を書いている、共同通信が配信した情報に基づいてですね、そして、この、中国を利する、主張を社説欄で、展開しているというわけですね。はい、そういうわけでですね、この台湾有事に日米が対処するというのは、これ本当にこの日本を守るための本当極めて大事な問題なんですね。だからこれはもちろん、秘密に計画を進めているのはよく分かります。中国といたずらにこと構えたくないんでしょう。ただ、今回この緊急事態とは 何なのか、そこに台湾有事が含まれるのかどうか、政府はそれをはっきり言いませんでした。それは、朝日が言ったように中国を刺激したくないというのもあるんでしょう。ただもう一つはですね、こういった馬鹿げた反日メディアがですね、いたずらに騒いでですね、例えば沖縄県民を惑わしてですね、で沖縄で不必要なこの反対運動を起こさせるとかですね、そういうのも警戒して口にしなかったってことも考えられないでしょうか。想像ですけどね、そういうことも考えてないわけではないと思いますよ。とにかくですね、もう本当にいつその中国は 今本当に近い将来この台湾を侵攻するかもしれない、そしてその侵攻する際に南西諸島が巻き込まれる可能性がある。しかしその 日米共同作戦計画というものは今までなかったと言われている。これから策定するんですもんね。おそらくあったんじゃないかな。その、ね、台湾が侵攻することは想定しながら、その対応策を取ってると思うんですね、作ってると思いますね。今までそれはないという報道があったんですけどね、林外相の話ですと数年前にもうすでに策定されたっていうんだけども、ただ本格的なその運用とか何とかってここまで言ってないようなんですよね。だからその辺のことを今回の2プラス2で話し合えるんじゃないかという報道だったんですが、いずれにしましてもですね、この本当に平和、日本の平和を守りたいんだったら、こういった共同通信はですね、邪魔するなってことを言いたいと思いますね。平和を守るのはやはり力じゃないと守れませんよね。そうですね。それからもう一つですね、この台湾の報道なんですけどね、台湾でですね、この2プラス2で、要するにこの緊急事態の中に台湾有事は含まれるということを、この日本政府は言わなかった、それに着眼してあるこの軍事専門家のようなんですけども、論説を書きましてですね、それをこれは中国寄りのメディアですけれども、中国時報が配信してたんです。でちょっと読みましてですね、そのタイトルはですね、日米2プラス2会談、台湾有事というものについて語らなかったのかというですね、タイトルなんです。でそれによるとですね、要するにこの日米の共同作戦計画の中に台湾有事が含まれているということを、緊急事態の中に台湾有事が含まれるということをあえて林外相も岸防衛省も語らなかったと。これは明らかに岸田内閣がこの台湾海峡防衛の問題でまだ腰が定まらないという、そういったことなんだと書いています。それは多分日本の能力に関係があるんだろうと。結局は日本の憲法が自衛隊に行動の自由をしっかり与えてないからなんだというわけですね。そしてであるか、台湾は中国の武力統一の脅威の前において最も重要となるのは、自分の国は自分で守るという危機意識を持つことであると。そのように結んでるんですね。
最後は本当だよね、うん、自分の 国は自分の守る、うん、そう、あの日米に耐えるなという、そうですね、台湾かけていますね、はい、でここで気になる一つがですね、やっぱりこの、まあ、要するに今回の台湾、あ、まあ、日米の台湾維持をこの想定したこの共同作戦計画というのはもちろん憲法で許容される範囲内でのものですからね、だから平和憲法があるからその日本が行動が不自由なんだという、そういった指摘はこの場合は当たらないと思うんですけども、ただ、うん、日本はやはりこの専守防衛であると、そういった、それから平和憲法であの軍隊外国に派遣できないんだと、まあ、してるんですけどね、そういったこの誤解が台湾では実は根強いんです。つまり平和憲法をいただく日本は非常に台湾から見ると頼りがないというか信用できないというか、そういうふうになってしまう。私あの台湾の皆さん、やはり日本のそのなんていうか軍事介入は結構期待してるようですね。最近はと思いますよ。そうですね、最近は日本強いし、うんうん、台湾自分の軍隊あまり強くないというのは自覚持ってるんですね。ああ、そうなんですか、うん、ただまあこの日本の場合もですね、なんて言うんでしょう、このやっぱりこう平和憲法を持ってるから世界から愛されるっていうようなね、うん、そんな、うん、教育を、まあ、世界から信頼されるっていう教育を戦後日本人受けてきたんですが、うん、今まさにこのああいう憲法を持ってると頼りないなというふうに見られてるっていうのがあるのかなと思いましてね。だからもう一昔前までは日本なんか誰もこの当てなんかしなかったでしょ、うん、最近安倍さんがあの集団的自衛権の限定的行使を認め容認するようになってから、うん、あの日本もそういうふうにやってくれるんだと、日米同盟ってのがあるんだと、みんな台湾の多くの人民心も気づいてきたわけですけどもね、ただもう一つですね、この論説気になるのはですね、うん、この自分の国は自分で守るという危機意識、台湾は必要だよって書いてるんですね。大先生がおっしゃる通り、これすごく重要なことなんですよね、今の台湾では、うん、はい、あの他力本願のところがなくもないんで、多いですね、はい、ただですね、これちょっとあのうがった見方をしますとね、まあこの方はどういう気持ちで書いたかっていうのは確かめようもないんですけども、ただ、こういった主張もあるんです。あの結局台湾の皆さんは日米が助けてくれると思ってるかもしれないけど、実は気はしないんだよと。これは国民と言いますね。国民と言うんです。だから中国と対立するんじゃなくて仲良くしようというね。そうですね。そう、あのもう降伏しなさいと。はい、中国の言い方も、これ中国強いからもう、中国共産党もアメリカも頼れないから、もう降伏しようという、うん、国民、まあ国民では一部のその新中国のね、はい、極端のその統一派の方の。論説ですね、考え方持ってますね、うん、ね、そうやって、台湾国民の士気を奪い脅し、うん、そして、日米との関係強化し中国と対抗しようとする蔡英文政権、民進党政権の足を引っ張ろうということを今台湾で行われていて、そうなるとですね、その蔡英文政権の足を引っ張ろうとこの論説を書いたかどうかは分かりませんが、うん、しかし日本がこのしっかりしないとですね、台湾の人々は自信を失ってまさに中国共産党あるいは国民党を望むような方向に行ってしまうかもしれない。要するにあの士気を奪われてしまう、中国に怯えてしまう可能性もあるんです。ただそう考えると、僕はそういう意味ではですね、日本政府に、ぜひお願いしたいと思うのはですね、やはり最低限の強いところは見せた方がいいということ。そうですね、うん、例えば今回ですね、そうですね、そう、日本政府は、うん、この緊急事態に台湾有事が含まれないで、含むかどうかということを中国、おそらく中国に配慮して言わなかったっていうんですけど ね、 そ, うですね、それはちょっと残念ですけど、むしろ言っていいんですよね、うん、どうせ朝日新聞も分かる、台湾有事想定してるのは間違いないだろうって見てるわけですけども、うん、それは中国ももう見てるわけだし、だから言ってしまっていいんです。で、その逆に言ってしまっていいんですというか、言わないとですね、台湾の人たちが不安になってしまうということもあり得る。あとはですね、うん、あるいは中共や国民党の宣伝に利用されてですね、うん、ほら日本はね結局ね憲法があって何もしないんだよと、何もやろうと思ってもなんかいざという時は動けないんだよという宣伝に使われる可能性があるわけですよね、うん、そういうわけで、いろいろと配慮もあると思うんですけども、やっぱりこの中国に対しても台湾に対しても、言うべきことはどんどん言っていかなきゃいけないんじゃないかと、うん、そうですね、以前安倍さんがその台湾有事、日本有事というのは一言台湾すごく喜びましたね。そうですね、まあ、これ大事ですね。
そうですよね、あの一言がね、本当に一言でだいぶ歴史が変わってくると思うんですね、そうですね、もちろんそういう、そういった発言が出るとですね、中国が嫌がるような発言をすると、なぜか日本国内のあえて親中勢力と言いますけども、それが騒いでですね、うごめくんですね、中国が怒るというのはいいことなんですね、正しいことなんだ、そうですね、はい、そういうわけで、一つは日本政府、もうちょっと毅然とすることができますよということと、あとそれからもう一つはマスメディアのこの台湾有事に関するですね、日米同盟の足を引っ張るようなこの動向、これはですね、単なる報道じゃなくてですね、これ政治宣伝に見えてなりませんね、そういうわけでそういったところも我々国民チェックしていかなきゃならないんじゃないかと思います。いかがでしょうか。そうですね、おっしゃった通りですよ、ね、本当にその中国の認知作戦の一環になっているような感じのマスメディア多いですね。認知作戦です ね、その相手の認識をね、脳に誤った情報を洗脳作戦というかね、一緒にやってるという感じがありますね。そうだからね、残念ですね、だからこの共同通信のもね、認知作戦の代理をやってるんじゃないかと、うん、そうですね、まあ、代理を頼まれたかどうかわからないけど、まあ、事実上代理を務めているものですからね。そうですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございました。それでは時間となりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。